さあ、本日はスペシャルゲストに来ていただきました。香港さんです。お願いします。はい、お願いします。いや、香港さんと出会って、はい、もう三十数年、こうやってがっつり二人で話させてもらうの初めてなんで。初めて。恥ずかしいよ。いや、もうぜひ。いやいや、ほんまに。なんもないねんな、はい、いきなりやんねんな、はい、そうです入ってきて、はい、もうすごいな、そんなジュニア初めて見たわ。なんすか、そんなテンションで来んねやと思って。どういうことですか。いやいや、いつもそんなんちゃうやん、普段は。あ、そうですか。本番はどうか分からへんけども。いや、こんなもうわざわざ来ていただいて。いや、わざわざってすごいな、なんかこんな俺どこ行くねやろと思ったほんま、どつかれんのちゃうわ。いやいや、ありがとうございます。政治がおんのちゃうわこれだけの、まあ、今は見させていただいてて、実は香港さんのどういう流れでお笑いの道行かれたとかを全く知らんなっていうのと、あと香港さんの側から見た、うちの師匠の話を聞きたいです。ああ、うちの師匠って誰やねん。俺一瞬誰や、あいつな。俺嫌いやわ。お前とあいつの関係嫌いやわ。なんで入り込まれへんわ。ほんまに。なんでいつの間にそんな仲良くなってたんかなっていうの。ああ、俺はもうわからん。あ、そうですか。うん。あいつはほら昔みんなでな、東野とか今田とか、みんな飲みに行った時、女の子持った時、全然板をこう座ってて、女の子、向こう座ってる女の子、何の会話もなく連れて帰ったのがびっくりしたそれぐらい、なんか知らんけども、知らんとこでどういうつながりを持ってたか。なるほど。まず、本郷さん、大阪で、もうちっちゃい時から芸人になるぞっていう感じだったんですか。いや、全然全くなかった。まあ、ちっちゃい時は、まあ、近所では、目立ちたがりっていうか、まあ、よう喋るやつやっていうので、で、小学校、中学校、で、全然お笑いは大好き。俺、松竹新喜劇好きやって。甘美先生。なんかわかりますね。あ、なんかわかりますか。なんか空気わかりますね。だから、藤山直美さんが、俺を新幹線で見つけて、あんた、芸人のええ匂いするわ。めちゃくちゃ嬉しいですね。こうやって帰ってくるほんだら、そんなんちゃうねんって。でも、なんとなく関西のちっちゃい時って、吉本新喜劇面白いけど、はい、ちょっと新喜臭いみたいな。そうそうそう。ね、ちょっと陰影強すぎるやんみたいな感じですもんね。そうそうそう。だから、甘美先生のとか、ほんで、松竹の芸人さんも、いろんな漫才師さんいてて、はい、レッツゴー三匹さんとか、宮川坂本さん、俺結構好きやってん。だから、お笑いって吉本と松竹っていうのは俺の中ではなかったの。みんなお笑い、大阪やなって思って、それが芸能界やと思ってて。もう、どこでも通用すると。ほんだらこの世界入って、東京行ったら全然ちゃうなと思って。まさか、こんだけ誰もタージンさんのこと知らん、知らんもんね、そのこと。名前出さんでね。例えばね。いや、あれだけ大阪を網羅されてる方が、うーっていう。中学は、やんちゃなんですか、やんちゃ中学は、まあ普通、だけど俺らの学年だけめっちゃ真面目やって。なんでかって言ったら、番長がめっちゃ真面目やってんや。めっちゃ喧嘩強かったけども。だからタバコも全然吸えへんし、みんな。んで、サッカーを見てたらカラフルなユニフォーム着てやってたから、で、そっち側に入って、で、みんな、そのグループ、サッカー部になって、適当にやってましたよ。ほんで、アホなことも言いながら。街はやんちゃでしょ、その。街はもうえげつ。その世代は。だから、一個下と一個上はめちゃめちゃやんちゃやったの。だけど、新聞にも載ってたけどね。授業中、日本酒飲んでて。正月かなとかそんなんで。でも、そうやんちゃせずに。やんちゃせずに。ほんで、高校入って、まあ、それなりにバイクとかも乗ったりもしたけど、そのグループ、族とかには入らず。だけど、その中で、やっぱりやんちゃなやつって、おもろいやついっぱいおるやん。この明るい笑いじゃない、暗い笑いのやつもおるやん。こそっと言うたりとか、板尾みたいなやつもおったわ。高校行って、めっちゃ、じゃあ何やったかな、修学旅行でめっちゃ盛り上がってるやつおって、はい、ネタとかやってるやつ、はい、で俺そんな引くねん、はい、うわ人前で喋るのめっちゃ嫌やったから。そう、もう高校生ですか。高校生、はい、俺5、6人やね、はい、マックスキャパ、はい、それ以上はあかん。どっちかですよね。ほんまクラスの中心でうわーって笑かしてる人か、うん、ほんま5人ぐらいを笑かしてっていう。でも大概残ってるのこっちですよね。5人がやろう。と思うね、はい。ほんでめっちゃおもろいとかみんな言われて、ほんまかいとか思って、なんかで、やり合った時に勝ったんかな、俺。
それ何をやったの？漫談というか。漫才中がまあ一人喋りみたいなっていうか、まあこんな先生のモノマネとかをやったり、あのベタな先生のモノマネ向こうしようよ。俺あのちょっと違う角度であれや今で言う中川家みたいな、そんなことをやってて、それでも絶対プロにはなれるとは思ってないし、でお好み屋でバイトやってて、ほんならそこでミュージシャンの人がいっぱいおって、あの裏方とかそのスタジオミュージシャンの、ほんで喋っとったら、お前おもろいな、お前吉本行けって言われて、で吉本の行き方分からへんから、スタジオミュージシャンが桑名さんとかみんな知り合いやったりして、だから聞いたのは桑名さんに、ってお前やすし師匠とこ行けって弟子入りっすか。そうそう、ほんで話そこそこトントントンって言ってたみたいやけど、嫌や、やすし師匠世間の、その時にテレビつけたらもう漫才ブームです。そうそう、新流、あのそうそう、高校生の時は、はい、新流さん、のりよしさん、ツービートさんとか、でも安清さんがえげつない時ですね。そうそうそう、えげつない時やし、のその時の安清師匠に行けと、弟子言うたるわ、知り合いおるからって、いやもうちょっと勘弁してくださいって言って、俺テレビ見てたらヤングプラザって新助さんがやってた番組にダウンタウンさんが出てて、ほんと見て衝撃受けて、めっちゃおもろいなって、何やったかな、うんこのネタやったかな、なんかあやってはって、ほんでおもろいなって、ほんでなんでこの人らえどっから出てんねんって思って、で調べて、それが高校の時やったけども、あの卒業して、就職して、就職してやっぱり気になんな気になんなと思って、でその高校出て1年目ぐらいで、願書を取り寄せたんや、 NSC。 その時と言ってた3期やけど、その1年間俺ちょっと考えて、ほんまに今の気持ちよりかさらにまだお笑いやりたいと思うんやったら、もっぺん願書を取り寄せてやろうと思って。冷静ですね。そう、若い時なんてもういけってなる、そうなりがちですけど、そういう時は俺ちょっと石橋叩くタイプ。ほんで1年間金貯めようと思って、いや自分の中でシミュレーションして、仕事が入ったらバイトも行かれんわとか思って、金貯めて、んで NSC 行って受かるかどうか分からないんだけど、んだら受かって、はい、その NSC 入られた時は生徒何人ぐらいの時なんですか。その時ね、4,50ちゃう、4,50、うん、4,50で、はい、最後残ったのが俺と板尾と今だと、んで、茶釜さん、はい、うん、っていう、はい、うん、NSC 入った、うん、そこに今田さん、板尾さんいてはる、今田さんとすぐ仲良くなるんですか。いや、すぐ仲良くなるっていうか、まああのジャズダンスの時間やって、はい、隅っこで俺らバーって、あー先生がやって、磯城先生がやってたから、はい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 、こんなんやってたから、はいはいはい、ボックス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 、なんでやらなかねえと思って、はいはい、見てたら今田が、あの倉野さんちょっと終わってからお茶行きませんって言うから、年、2つ違うんでしたっけ。2つ3つちゃうもんな、はい、学年3つか、はい、その時の今田少年は何歳なんですか。18ですか。じゃあ俺が21やろ、はい、だから18、そう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 、はい、ほんで喋って、いや僕高校も中退でとかなんか言うてた、はいはい、ほんであいつサーファーやったからならしいですね、ほんであの転々として、はい、ほんでなんかやりたいんです、ほんで漫才の話して、ほんならあ誰がおもろいとか言うなった、はい、ほんで会うや、はい、だほんならやろうかって言って、はい、でやって、その時一切板尾なんか知らんで、え、うん、喋ってもないですか。喋ってますよ。全く。ほんで今田さんとコンビ組んで、ダブルホルモンズ。ダブルホルモンズ、はい、これどっから来てるんですか。ダブルホルモンズどっから来てる。あいつが安田っていう友達がおって、はいはいはい、それがあの実家が焼肉屋やし、はい、しょっちゅう食べに行っとったんじゃん、はい、あいつ、はい、ほんでダブルホルモンズしましょうや俺なんやねんこいつ、上ロースが今田で、はい、骨付き、俺細かったから、はい、骨付きカルビ来て、はい、後に板尾に言われたから、はい、両方赤身やないかい、ね、ホルモン違いますもんねそういうとこ板尾面白いなそれでコンビ組んでどれぐらいですか。8ヶ月。あ、結構長いですよ。やりましたよ。はい、あ、その時はお好み屋でバイトやった、はいはい、そのまだまだ、はい、ほんで昼に変わって仕事、はいはい、ほんであいつが、夜のバイトやってたから、はい、時間がええん、はい、俺が仕事が4時か5時に終わり、はい、ほんで向こうが朝終わってで寝とるから、はい、家行くねん、はい、谷家 の、はい、あのお寺に実家実家に、はい、俺ほとんど毎日行ってたな、はい、ほんで寝たバーって考えて起きろよってバーって、である日起きひんようになりよって、
あ、その前に遅刻の事件があったけどな。何ですか何ですか遅刻。今、ほら、わなかあるやん、わなか。あ、わなか。NGK。はい、隣の。コンビ組んでた時、ほんだらネタ合わせしようかって、あそこに吉本ボールっていうのがあって、そこが NSC やってん。はい。言うんだら、夕方3時なって言って、はい、待ち合わせしててんけども、3時に俺は3時前に行くねん。はい。大体もう、けえへんな、けえへん。当時の携帯もなんもない。はい。けえへんやん、けえって家に電話して。はい、しても誰も出えへんし、ほんだら、けえへんな、けえへんなと思って、1時間、2時間、3時間かかって、で、来よって、はい。で、来て、普通やったら、なあ、ほんだらそっから稽古しようかってなるけど、はい、来て、お前遅刻すんなよって言って、俺帰ってん。はい。切れて。はい。切れてて、はい、ほんだら、それがおかしいってみんな言うよね。普通やったら稽古すんなよ。するか、ほう。そうですね。そういうメンタルじゃないですもんね。見たことない、それ分かってくれた、お前。はい、あの、伝えたかったんやろお前ちゃんと時間に来いやろ今の今田さんからちょっと想像できないっすね、信じられないっすね。あいつむちゃくちゃやで、あいつほんまな売れたからって言うて、そういうことみんなが我慢したから今のあいつがあんねんで、 NGK も飛ばしとるしな、浜田さんに怒られて。ああ、なんか噂では聞いたことありますけど。そうそう、あれ今田と東のダブル工事で飛ばしとったからな。はあ、うん、そやで。今もう全くそんな感じないじゃないですか。もう年取ったからじゃん。俺テレビ見とったらこいつ何よお前はっちゃけとんねん。あん時の遅刻俺ら勧誘に許したからやぞ。ほんでネタは2人で作ってたんですか。本郷さんが大体作って俺で作って、はい、ほんで、そうそう、今ちょっと手直しして、手直しして、でもネタ作ってる、うん、横でずっと寝てる、寝てる、はい、で起きろよ起きろよって、ほんで起きて、はい、で合わそかってなってって、はい、である日あの行っても起きひんの、はい、あの倉田さんごめんあと10分終わったほんなら10分なって言って俺テレビ見とって、はい、で10分だったら、はい、おいいや5分それがもう何回も続いて、はい、もう俺もう帰るわお前もうやめやって、でお前ちょっと一回もうまあはっきり言うけどももうコンビな、はい、ちょっと休憩しようって言って、はいはい、バーって、はい、もう行くわって出て行って、はい、ほんなら出て行ったら止める人がごめんごめん、ちょっと待って、待って、待ってって、クララ君待ってって言うて、パッて見たら、お父ちゃんやって。はい。こうちゃん起こすからって。やりとり聞いてあったんでしょうね。いや、起こすから、もういいです、今日はって言うて、はい、で、俺そのまま帰って。はい。で、それっきり。それでもう解散。そう。でも解散っていうか、いまだに俺は休憩やって言ってるから、別れてない。ダブルホルモンズ、休憩中なんですか？休憩中ですよ。あ、そうなんですか。だから、いろんなコンビあるやん。あの、ギャラ折半。はいはいはい。折半なんですよ。そうやね。でも、NSC で会うわけじゃないですか。会うよ。それ気まずくはない。あ、NSC 卒業してからのことやん。あ、それは。あ、ほんで自分が悪いと思って。で、すいませんって言って、それからでも喋ってたよ、うん、だから今未だにあの付き合いあると思う、うん、あることでそういう話連れとしとったら、連れそれお前あれやで、タカちゃんがって、俺タカちゃんって言われてる、タカちゃんがうちの家来てな、あのその別れた日に俺んとこ来て言うてたで、今未だに言うてきたって、コンビ休憩しようかって、で、いやそうってなって、でその後に何言うたか覚えてるかって、俺覚えてない。あれは衝撃的やった。あれコンビ別れてたとしてもあいつは絶対売れるって言ってた、その時もう俺が、うん、あいつ一人になった方が売れるって。へえー、それは何、今田さん何を見てそう思ってやったんですか。コンビ組んでて、はい、こいつ協調性ないなと思っててなんか、はい、ほんでこいつ一人でやってパーってネタ運んでいった方がおもろいなと思ってて、だからそういうやり方の漫才ってその当時なかったから分かれへんやん、こっちとしては掛け合いをしたかったから、だからあやっぱり魅力あるしな、おしゃれやし、ほんで可愛いしっていうのが、え、それで、香港マカオはその後ですか。その後、その香港マカオできて、コンビ組んで、それもマカオの方から、マカオ中は松本っていう子や、その方は NSC4 期生なんですか。4期生、はい、で、そいつはなんか NSC 寄せでトップなりよって言うから、はいはい、でその子が言うてきて、組めへんって、ほんだらやりましょうかって言ってやって、そこにはもう俺毎日俺が通ってたとか、はい、そこも、はい、長いのアパートに、で今田が あの組んだんでしょうって、遅いね組んでへんって、ネタとかどないしてるんですか、作ってるとことか練習してるとこ見に来て、見に行っていいですかって、ええよって、
ほんで今田も結構来てたの。で来て3人でネタ、ああ成功せとか、ほんでうちのネタ見てもうて、すごい面白いですねって、ほんで今田お前も考えたんって、ほんでやれやって言って、そのメルローズのネタとか、はいはい、あとおもろいな、うん、ほんでそれでお互いでやって、ほんで初めてテレビ出たんが今田と一緒やった。香港マカオと、今田と、ほんで何組か出てる。でその中で、一番おもろかったってなって俺らが優勝して、2番手今田、はい、ほんでそれから京都花月出だして、ああもう出番もらって、出番もらって香港マカオ、香港マカオ、ほんで今田も、はい、よう京都花月で、やからもう行って俺ら若手やから、あのめくり次はって、ほんで香港マカオって自分らで出して出て行って、で今田も出て行って、で一人でメルローズやってた、はい、うん、メルローズって犬のやつですね、犬のやつ、うん、はいはい、そうそうそう、であそここうした方がええんちゃーとかいうこととか言うて、で出来上がった。じゃあ組んでテレビでそういう、まあいわば賞レースで1位になって、もう順調じゃないですか。そうそうそう、香港マカオ、それがなぜ分かれるんですか。ある日当然、まあ良かったけど、あの朝日放送でホリデーワイドってあって、はい、ゴールデンウィークの時、はい、だその前にもう来えへんようになってん相方が、はい、ほんで連絡も取られへんし、はい、なんで来えへんねんって、ほんだら彼女できてんやろな、はい、でベンツを運転してん、彼女の親のベンツ、はいはい、それになんかどっぷり使ってもうて、ほんでなんで来えへんねんって言ったら、カレンダーの赤い数字の日は休みたいんよって言って、うーん、ね、俺ら一番稼がなかった、はい、でそれでも経営が暦通りの生活を送りたいと。で何歳ですか本郷さん、その時、はい、24ぐらいじゃん。まだ出てこないんですか。まだ出てこない、師匠、師匠出てこない師匠なかなか出てきてくれへんなじゃあ24ぐらいかな、じゃあ香港マカオ別れて、はい、からやねん、はい、あのほんで別れて、ほんだら石田康しよう、はい、と一回コンビ組んでん、はい、それはコンビ組もうと本郷さんが言い合ったんですか。あの石田が本郷さんもう別れてんのやりませんって、ほんで俺もうやろうかって言うてネタ書いて、ほんで何番かけるロビーでちょっと合わして、でこれでやろうかって、ほんで元会長の大崎さんと行ってん、でバーって俺一人で挨拶、あ本郷がお解散して、もうあのボロカス、あの局の人とかにも言われてたかな、仕事入ってたの、あの相方が決まりましたから、お前がよかったやないか、誰や、石田ですって、石田か、やめとけって言われて、あそうそう、やめとけって言われて、はい、で石田にやめとけって言われたからやめとこうって言って、で1日だけで石田も、あ大崎さんの言うんやったらやめときましょうか、その大崎さんのやめときはコンビはあかんってことなのか、石田康史というタレントはピンの方がいいっていう選挙の、そっちがじゃあコンビ組まん方がええって、もっとゆっくり探せっていう、俺もいや石田でええと思ってんやったら粘りやん、はい、だけどどっかで、ああなるほどなとか思って、石田さんってすっごいこう花あるじゃないですか、うん、そうそう、ね、うん、だからそういうのもあって、いやコンビより石田はピンの方がと思いやったんでしょうね、うん、っていうのもあるけども、その覚えてるのが、やめとけやめとけ売れへんぞって言われて、へだからどっちにしても石田は残ってるから、そういう風な意味でコンビとしてはあかんっていう、そういうことですよね、うん、あほんでいよいよですよ、はい、本体登場はい、本体、はい、どうしようかなって、ほんでその時なんかしゃべる、伊藤とかもしゃべるようになってたんかな、ほうほうほう、で伊藤がなんでしゃべるようになったっていうか、あいつが NSC の時に俺も知らん子とコンビ組んで、ネタは覚えてないよ、その名前覚えてて、コンビ名が香港マカオやって、え伊藤が香港マカオっていうコンビやって、はい、NSC の時、そうそう、NSC 寄せで、はい、なんかコンビ名つけやなあかんって、はいはい、で香港はおもろいコンビ名やなと思ってて、はいはいはい、ええー、わーとか思って、はい、ほんで、そんなもあって、ほんで板を声かけて聞きよって、じゃあそれがおもろいコンビ名やなっていう、それも改ざんして宙に浮いてるから、それをじゃあ俺らやっていいかっていうことで香港マカオになったんですか。そう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 、ほんで板尾に言うて、板尾も1回しか作ってない、はいはいはい、1回しか、ほんでコンビ別れしたのかな、はい、じゃあある種香港って名付け親じゃないですか。そうそう、名付け親で初代香港あいつやで、あそうか、あ初代香港なんだ、継承やで、あなるほどなるほどなるほど、何言ってますの、そういうことですか、あなたの師匠は俺の師匠あそうなんですか、そう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 、あ2代目なんですね、2代目はあ、で NSC 出てもう
結構疎遠になるじゃないですか、普通。そうそうそう。でもちょいちょい、あれですよ。じゃあそっからおもろかったから、喋るようになったんやから。本物があって、ほんでなんでやねんって、ほんだコンビニつけなあかんって言って、旅行会社の前行った時に、パッてパンフレットで、香港マカオで書いてあったから、あ、そう、あ、これええなって言って、勝手につけたんや。おうおうおう、あ、なるほどなって。その時、小指にバレンチノの指輪してたけどな、ダッサいなって思いながら、ずっと。伊藤さんは、まあまあヤンキーでしょ。ヤンキーやった、あいつ。ね。うん、あいつもバイク好きやった。そうですね、そうそう、ヤンキーでしょ。うん、富田林の悪いやったんじゃん。それで24ですか。4。今の24でコンビ組みました。全然普通ですけど、当時の24ってめちゃくちゃ遅いですよね。遅い遅い遅い。もうあかんやろっていう感じやんな。うちの家泊まりに来よって。はい。ほんで、寝る時に、やれへん一緒にっていいよって。あいつからやで。でも全部ですね。そうやね。今田さんもそうやし、香港マカオもそうやし。そうやね。はい、石田さんもそうやし。おんねんったらめちゃめちゃええもんね。ほんで、年も一緒やし。ほんで、喋っとってもおもろいし。ああ、ほんならやろうかって言って、最初、二丁目で、若手の、そのイベントがあるから。それ出て、受けへんかったらもうやめよ。最後。ほんだら、受けてんよ。めちゃめちゃ。で、受けたら、ああ、ほんだら、受けたからやろうかって、ほんなら続けていこうかってなって、はい、今までにつながんねんけども、はい、130あるは最終コーナーってことで、もう最後やってことですもんね。そうそう、そんな意味なんか俺らもう全然、あいつがNSC 入らんと、あいつ新助さんの弟子だったよね、はいはい、で新助さんの弟子って新助さんの会社の個人の会社の名前がオフィス130あるやったよな、はい、で俺らが名前売れ出してから新助さんに怒られたお前らあんまり売れんなよ。銀行行ってオフィス130ある様って言うたら、お前らの金取りに来てるみたいな。でも、ほんまに24歳で組んでスタートするっていうのがめちゃめちゃ遅いっていうのを表すコンビ名ですもんね。そうそうそう。鈴鹿の最初のコーナーっていう。そうそう。それ、安師匠に怒られたけどな。何ですか？テレビ演芸で絞られて、一旦がゴッツちゃう。ゴッツは俺ら最初は入ってなかったんだな。そうですよね。でも早く来たらいいやないかいってなって、そうですね、シルクのパジャマでなんやって言われて声がめちゃくちゃ廊下に漏れてると病院やぞお前ここ。その5人誰やねん。もっぺん俺怒りに行くお前らが言えよ